壊滅状態だってのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。よし、あっちにいる中衛の範囲に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。俺の敵じゃない。よし、倒したな。さすがだね、ライナー。急いで。ここはもう大丈夫。他の仲間の援護をお願い。おとなしく。先輩方はほとんどやられちまったのか。そうみたいだ。ありがたい、頼む。俺の敵じゃない。兄、やるじゃないか。どうも。面白いことしやがって。もう平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。おとなしく。他のみんなはどうなったかな。今は仲間を信じるんだ、ベルトルト。バスが多いね。キリがないよ。なんとかするしかねえだろう。来ました。悪いね、助かる。おとなしく。来たね。急いでやる。世話になった、新兵。これ以上巨人を侵入させちゃまずい。誰か援護を頼む。住民の避難はどうなってるんだ。公営の様子を見てきてくれないか。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。はい。
ありがとう。オンに切るよ。よかったらこれを使ってくれ。住民の避難がまだ済んでいない。総員、あの貴公子から住民を守れ。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。中衛部隊が敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。片付ける。まずい、早く助けるんだ。おとなしくして。おとなしくして。避難完了には時間がかかるから。俺の敵じゃない。片付ける。し、ふっ、俺のは、ふっ、邪魔だ。面白い立ち上がり。邪魔だ、どけ。なんて速さ。私でも追いつけるかどうか。住民の避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。前衛の撤退を支援してきます。おい、アカマ、そこの新兵、あいつを追ってくれ。はい。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのに、ガス切れで壁を登れねえ。だったら、市川塚、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。
本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。本部が壊滅する前に何とか突入しねえと。やってやる。死んでたまるか。人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れた奴を探して協力を頼んでくる。何とかして本部の周りの巨人を減らさないといけません。救援要請か。無視はできねえな。本部に群がってる巨人を討伐しねえと。やれよ。本部へ突入する作戦を行っています。力を貸してください。分かった。とりあえずこれを使って。助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。おとなしい。面白い話しやがる。あの縁談、助けが必要だな。ここで死ぬのか。やったみたいだな。僕も戦うぞ。
本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。もういい、分かった。手を貸そう。これはお前が使ってくれ。ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。いけるかどうか。じゃあまさかお前に葉っぱをかけられるとはな。純正、何としても本部に突入するぞ。ジャンは勇気があるね。俺は生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。しっかり。本部に突入できるんじゃねえか。あいつは、俺たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。食らいやがれ。おとなしくしてよ。今だ、全員本部に突っ込め。早く行かないと手遅れに。